ガブリエウ・バルボーザ・アウメーダは、ブラジル・サンパウロ州・サンベルナルド・ド・カンポ出身のサッカー選手。CR ・フラメンゴ所属。ポジションはフォワード。相性はカビゴル、またはガビ。ガブリエウを、ガブリエル・バルボーザを、バルボサ、バルボザ、バルボーザ、または、ガブリエル・バルボサと表記されることもある。2004年、サントス FC のユースチームでキャリアをスタートさせ、2013年、 トップチームに昇格し、5月26日の CR、フラメンゴ戦、16歳で、プロデビューした。8月22日、コパド・ブラジルのグレミオフブパ戦でプロ初得点を、記録した。2014年2月1日、カンピオナーとパウリスタのボタフォゴ FC 戦で、サントスの12000得点目となるゴールを記録した。また、 2014年と2015年のコパド・ブラジルで2年連続で得点王に輝いた。2016年8月30日、イタリアセリエ A のインテルナチオナーレ・ミラノへの完全移籍が発表された。契約期間は2021年までの5年間で、移籍金は推定2500万ユーロ。9月20日のボローニア FC 戦でセリエ A デビューを果たしたもののイタリアサッカーへの 適応肉戦。2017年2月19日のボローニア FC 戦では、セリエ A ゴールを挙げたが、4月のサンプドリア戦では、試合に出場できずビブスを投げつけ、ボトルを切るなど、そこをも問題視されレギュラーをつかむことはできなかった。2017年8月31日、ポルトガルプリメーラリーガの SL ベンフィカイ1年間のレンタル遺跡。 契約には2500万ユーロでの買い取りオプションが付随。しかしベンフィカでも出場機会を得られず、リーグ戦での出場は1試合に止まった。2018年1月25日、2018年12月31日までの期限付きでサントス FC へと復帰することが決定した。2019年1月11日、 2019年12月31日までの期限付きで CR、フラメンゴに移籍することが発表された。2019年リベルタドーレス杯決勝ではリーベルに1から0とリードを許すが、同点ゴール、さらに逆転ゴールを決め、ジーコ、ジュニオール、チッタラを要した1981年以来となるリベルタドーレス杯の優勝をチームにもたらした。また大会を通じては9ゴールを決め、 チームの優勝に大きく貢献した。2020年1月28日、c r フラメンゴに完全移籍で加入することが発表された。U-20 ブラジル代表として2015年、南米ユース選手権に出場し、1得点を記録。2016年5月に、コパアメリカセンテナリオに向けたメンバーに選出され、5月29日の、 パナマとの親善試合で代表初出場、初得点を記録した。2016年6月29日に U-23 ブラジル代表としてリオデジャネイロオリンピックのメンバーに選出された。大会では6試合すべてに出場して2得点を記録。ブラジルのオリンピック初優勝に貢献した。国際 A マッチ3試合2得点リオデジャネイロオリンピック表彰式にて、ありがとうございます。